皆さんどうもこんにちは、ケントールです。本日はですね、クイックスケーティングについてのちょっと解説になります。解説というか指導になります。で、今回教える内容としては、クイックスケーティングでポールをつくタイミングについてです。はい、これ結構ですねクイックスケーティングでは大事なことでして、まあそれをね今回説明していくことです。まずじゃあちょっと、手本から見せていこうと思います。はい、じゃあまず手本、まあ滑りの手本もあるんですけど、まずその形の手本からやっていきたいと思います。まずクイックスケーティングっていうのを本当に知らない人のために言っておくと、クイックスケーティングっていうのは基本的には上り坂ですね。まあこんな感じで上り坂あると思うんですけど、まあ上りをこういう平地じゃなくて上りを上るときに使う走法なんですけども、まあ、よく皆さんがスキー始めたときにこう歩きながらやる、これはもうそのクイックスケーティングってやつなんですけど、両手と片足を前に出して乗るって感じですね。で乗って、今度は両手と片足で押して片足に乗るって感じ。これの繰り返しがまあクイックスケーティングなんですね。こうやって、はい、そして、まあ、これをね楽に速く滑るために何が重要かっていうと、ポールのつくタイミングって今回説明しました。それが、何なのかっていうと、まあ多分ですけど皆さん普通にクイックスケーティングやるって言ったら分かりますかね。自分の、まあ、今回ポールをつくタイミングってことなんで、ポールをつくタイミングをよく見てほしいんですけど、この両手がね